ついに今回のオンライン虫で販売するグッズが出来上がりました。ありがとうございます。いつもちょっと普通に紹介していました、こちらのグッズのね、動画。いつしくから撮るようになったよね。なった。確かにそうだね。ほんで今日はなんかこれ着てくださいって言われて、なんでなのってタイムアップなの。なんでタイムアップ来たんですけど、そう、今回はデビュー15周年&結成20周年のオンラインフェスということで、グッズ担当スタッフさんたちめちゃめちゃ気合入ってました。気合入ってます、ね、気合、ね、毎回気合入ってるよ、グッズ自体はね、気合入ってますもちろん。だけどこのこれを取るっていうスタッフがまた気合入ってたんだって、なるほど。何なの、何なの今までは女性で取ってたの。嘘でしょ。そんなことない。だからちょっといつもとはちょっと違う楽しいグッズ紹介動画にしたいんですと。なるほど。楽しいグッズ、今まではちょっとちょっと楽しく見えなかったんで、業務的に見えてたんですか。こっち楽しかったですか。楽しかったですか。ちょっと伝わる。なんかね、ルールがあるんです。ルール、なんなの。ノッツって書いてある。読みます。読んでください。今回はデビュー15周年結成20周年ということで、3人で協力して楽しく明るくグッズを紹介していただきます。協力して、さらに今回は3人がより楽しくなれるよう盛り上げ倍増くじボックスを用意しました。何ですか、くじボックス。はい、もし途中でもっと盛り上がりが欲しいと思った時にはそれを引くと自分たちできっと楽しくなること間違いありません。欲しがるな、自分たちでもっと楽しくなりたい。もっと欲しい、もっと欲しい、こういうやつ足りないなるかな。怪しいです。ちなみに、グッズ紹介動画のタイトルも決まってるらしい。いや、もうそんなのタイトル、いつもなかったよね、タイトルとか。どうも、まゆむでーす。やってみようか。はい、はい、それではグッズ紹介動画スタートです。始まりました。みんな買ってね、パフュームオンラインショッピング TV のお時間でございます。こういうタイトルだったから、ショッピング TV 知らなかった。まず一つ目に紹介する商品はこちら。はーい、誰でも似合うスウェットです。これを読んでいったらいいのかな。あ、すごい。誰でも似合うスウェット、着用時のなんとかにこだわり、なんとかった、なんとかに仕上げた、その名の通り誰でも似合うスウェット、これとだけ出てるよ。スウェットじゃないの、着用時のスウェット。いや、確かに謎解き好きとしては謎解き好きとしてはもうここのとと、ここのとの文字とが一緒だから、これはスウェットだ。これでもしスウェットじゃなかった時にはちょっとちょっと運営さんって言っちゃいますか。言っちゃいますよ。はい、ベン、あ失礼しました。シルエットでした。確かにシルエットこだわりましたね。いろんなボディから選んだよね。そうそうそう、結構な量のねボディから選ばせてもらって、実際に着たらどんな感じかとか見てやりました。そう、めっちゃ可愛い。肩のところが落ちてるんだよね。で、ドルマンみたいになりすぎてないので、まあ上着も着ようと思えば着れるぐらいの、あの落ち方、で下があんまりこうキュンってここがこうすぼまって、ゴムきつすぎてなるのがちょっと嫌だねっていうことで、結構緩めにしました。そう、着やすい。そして、はい、シルエットにこだわり、なんとかった、なんとかったなんとかった、なんとかに仕上げた、なんとかった、なんとかに、おしゃれがかった色味。あー、おー、セリフが来た。色味、色味、色味、洗った風の仕上がり。洗った風の仕上がりに仕上げた。なんだなんだ、全然わからんな。いくよ、そうだ、ぴょん。あ、ネックの詰まったオーバーサイズに仕上げた。シャレたこと言ってる。ネックとか言って自分全然シャレたこと言ってなかった。そしてシンプルな印象ながらフロントバックそれぞれになんとかのある周年ロゴがプリントされており、これじゃろ、これなんとかのある、なんとかのある、なん
とかのある、うん、透け感のある。あどう、え、透け感ある？そうだね、透けてないね。印刷ギリギリのある。印刷ギリギリのある。印刷ギリギリの細さである。これギリギリでだいぶ戦いましたよね。頑張りました、ね、頑張ってくれました。さあ正解は存在感のあるあります。こんだけ細いとか言ってたけど、うん、まあ一応これが存在感、まあ、確かに背中側はねバンと色塗って出してますから、うん、はい。あー全然当たらなかった。おかしいな、自分たちで全部決めたはずなのに。おかしいな。あー来た来た、この辺で盛り上がる倍増くじボックスだって。やんの？何くじもう盛り上がったんじゃないか。十分ね、盛り上がってないと思われている。マジか。ダメなんだ私。ショックですよ、ゆかさんが。あー反省します。誰が行く？あんた行きさ。大丈夫、うん、いいよ。これどういう素材の、何が入ってる？ババン、この商品、Perfume の曲で例えると。例えるとね、私はベイビーフェイスかな。うわ、同じこと考えてた。なんで？皆さん、ベイビーフェイスって年上の女の人と年下の男の子の、まあ、ラブソングみたいなものなんですよ。で、年下の男の子のこのオーバーサイズのトレーナーを年上の女の人が着てるっていう。あ、年下の男の子で出てきた。あ、良くない、これ、いいね。いいんじゃない。そう言われたらなんか愛着が湧いちゃうね。一人お買い上げありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いていきましょうか。はい、こちらです。バン、え、もう最初の文字。なんとかのバスタオル。これでもさ、みんなでつけたタイトルじゃない、アーチェつけたのに。アーチェつけた、うん、アーちゃんは間違いなく100点出せるはず。よし、多分、うん、馴染みのだと思う。馴染みのバスタオルだ。お馴染みかな。馴染みのバスタオルじゃないでしょ。正解は、おー、当たり。大事やったね。パフュームグッズ定番のなんとかな、なんとかにこだわったタオル。なんとかな、なんとか、上質な手触り。お、あ、手触り上質がちょっと多いな。質感、質感、あ、質感、質感、ジャガードな。ジャガードな。ジャガードな。いきますよ。お、上質な手触り。手触り、じゃあなんとかな手触り、ふわふわな手触り、ふわふわ。お、結構当たってますよ。ふわふわ、確かに。じゃがいもそういう風な高級感あるよね、うん、オンラインフェスのためにライブグッズではなかなかお目にかかれない大きめのバスタオルサイズを制作しました。しました。今回バスタオルにしましたね。で、なんとかとしてもお使いいただけるよう、なんとかにこだわりました。あー、なんか分かった。ブランケットじゃない、ブランケットみたいにしても、ブランケットとしてお使いいただけますように。なんとかにサイズ感、サイズ感、うん、おい、こう、はぁ、ブランケット、ブランケットとしてもお使いいただけるよう、サイズ感。大当たり。さっきのスウェットはどうしたんでしょう。やったね。これからの季節に活躍すること間違いなしのアイテムです。これのこだわりとしてはこうできるっていう、体ぐるっと一周できる女子が、まあ、これはもう一番のこだわりでした、うん、ちっちゃいと、あの、ちっちゃいとここ出ちゃうから、ちっちゃいと出ちゃうし、丈足りないってなっちゃうから、たっぷり大きめにしました。いいでしょ。いいよね、うん、男女使えるでしょ、うん、母さんになぜか持たされたバスタオル。田舎から出てくる時になぜか持ってきなさいって入ってる段ボールの一番上にこうやってかぶせて隙間埋めてあるやつ、かぶせてあるやつの、あのタイプのバスタオル、そういうイメージで作りました。優しい、楽しみ。バイゾーボックス来ました。引いていきましょうか。おかしいか、はい、あれ、よしよし。これを買うとこんなにかっこよくなれます。
タオルを持って3人でカメラにかっこいいポーズを決める。あー、だから3つあるんだ。なるほど、ね、畳んじゃった。タオルで写真撮ったことないな。だから普通のタオルはこうやっていつもこうとか、それがね、大きさこんなでよって広げて、柄はこんなですよって。でもかっこよく書いてあった。あ、じゃあ、はいはいはい、え、じゃあポージング指導あります。こういうブランドあるじゃん、そういうのの、こう、なんか外国人の方とかがありますね、広告。そう、カチッて一個クリックしたらパーンって出てきた、うん、タオルと彼女みたいなやつのあるじゃん、そういうタオルにすっごい包まれてる外国人。あ、いいあのイメージで行こう。この衣装とこのタオルの合わなさがすごい。あ、ちょっともうちょい前行きましょう。はい、ちょっと画角で攻めよう。画角で画角で攻めよう。あ、ありがとうございます。はい、はい、いただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとう。かっこよかったでしょう。よかったはい、ちょっと急に小さくなりましたか。ありましたか、はい、これも大事な商品の一つです。はい、ゆかちゃん、じゃん。あ、なんとかエコバッグ。あ、あ、これはじゃつけたね。うん、これもね、いいよ。出る？で、知ってる？知ってる。どうぞ。知ってるって知らないもんみたいな。いや、知ってる。ちょっとね、言って、はい、言って言ってみて。小さく畳めるね。出てる、出てる、これ知らないですね。髪を流して知らないです。はい、ね、正解を。確か軽めのエコバッグ。来るか。軽いだ。惜しい。惜しい。私が軽めのとか言うと思う。そんなさ技術使えると思う。軽いです。軽いエコバッグです。軽いんです。軽いよね。ポップで目を引くネオンカラーがポイントの実用的なエコバッグ。なんとか手、なんとかなので。なんとか手、なんとかエコで。手なのよ。軽くて、軽くて。あ、軽くて。軽くて。なんとか。おしゃれなのでって言ってほしい。あ、おしゃれ。言ってほしい。おしゃれなので。いきますか。コンパクトなので、コンパクトこだわりました。ちっちゃかったね。ちっちゃくしたの、うん、コンパクトなので普段使いのバッグや衣類のポッケにも入ると。うん、うん、入る、うん、ポッケにも、なんとかとポッとポッとありえるよ。あ、さっと惜しい、音違いさっとでした。意味合い的にはね、一緒一緒、一緒一緒。収納時に使えるかわいいミニ巾着袋付きです。かわいい、かわいいです、うん、絶対マチはつけようって。うん、だからこうやってなんていうの、置いてマチ作るタイプ、ね、そうそうそう。卵とかね、うん、下にこう豆腐とかを下に入れてこう土台を作れば、重いの下に入れます。いい感じにこうなるわね、うん、これはマジおすすめ。おすすめ。畳む時はマチがないからピュンってそういけるっていうね。そうなんです。小さくできるっていう作りにしました。はい、はい、これは出てくるよね、そりゃ。あ、できたよね。短かったもん。シュッと行ってしまったから。シュッと行ってしまったから、これ出るかなと思った。盛り上がったと思うよ。本当かな。聞かせていただきます。だれ？街で噂の超絶早口な3人。どういうこと？どういうこと？え、こういうことでしょ。あ、そういうことか。なるほどね。理解が早くて助かりました。だね、一応ね、早口言葉がすごく苦手なの。本当ね、すぐ噛んじゃうんだけどね。今日はうまくいってるのかな。ちょっとここへ、ちょっと声小さめ。自信のダサが出てるから、ね、自信のダサ、自信のダサが出てる。ダサが出てる。さあ、これね、街中でね、見かけたらね、声かけちゃうかもね。あ、どっちか声かけよう。いいんじゃない。ちょっと持ってみたら。すごい、かわいい、かわいい、軽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 い
ありがとうございました。さあ、続いてはこちら、ホーロー風コンテナ。はい、うん、本体のツヤ感やよりおしゃれなカラーリングを追求した大小2個セットのホーロー風フードコンテナ、はい、電子レンジ、食器洗浄機対応なので、おかずの作り置きやお弁当などの普段使いにも便利です、うん、フードコンテナとしてだけでなく、はあ、あーなるなるなんとかや、なれなれなんとかする、なんとかとしてもお使いいただけます。小物入れじゃない、ここか、小物入れ、うん、こっちから開けてく、違う、うん、おー小物入れよ、小物入れになるねって、うん、みんなが作った文房具を整理する、あ、そういう小物入れ、違うか、うん、いいじゃない、散らかりがちなコード類、いやいくか、収納、文房具って言ってたじゃん、まあ、文房具だと近いですね、そうそう、フードコンテナといえど、うん、何でもいいよと、フードじゃなくてもいいよって、収納するのなら何でもいいよ、うん、でもあれよ、なんかそれこそ漬物とか入れてもいいよ、いい冷蔵庫でもね、フードも使えるから、うん、あとあれもいいよ、チョコレートとか入れてもいいよ、いいよ、お菓子とかね、うん、お菓子入れてもいい、こっちだったらお弁当にしてもいいね、お弁当とフルーツですか、いいよ、いいね、いいよ、かわいい、おしゃれよ、してもいいよ、マジ絶妙、ここの色、うん、ここの色ほんまにこだわったよな、ね、ありがとうございます、あお礼言っとるわ、フッツ一緒に作っとる子に何色も出してもらいましたからめっちゃ超かわいいよ ね、男女ともに持ちやすい色にしましたね、うん、でこれはまあ、ぜひあの実家の母さんとか、うん、ね、家族とかになんか送ってもいいよ、あ、いい、送ってもいいよ家族に勧めてもいいよ、娘に、ね、地方に行ってしまった娘にね、これに食べ物入れて送ってもいいよ、いいよこれに、ね、入れて送るんですね送っていいよ、うん、はい、盛り上がったなぜだなぜ、いや、盛り上がったのよ盛り上がったはずよ、うん、これでも足りない、うん、いいよ、貪欲に行こうって、うん、やっぱりね、執念だから、決めなかった、この商品の良さを五七五で紹介すると、五七五ってなると、一人ずつ、もう今一句読もうと思って、早い早い、いける、いける、どうぞ、ホーロー風、ホーローじゃないのが、あ、間違えちゃった最後がホーロー風だった、ちょっと、あ、間違えました、失礼しました、はい、失礼しました、じゃあ、五七五だ、うん、じゃあ、はい、やべ、あれ、逆でもいいっすよ、あ、できました、頭できたありがとうございます、あいきます、はい、何にでも、何にでも使える、わけは、わけはホーロー風出た、生きたよ、生きた、生きた、続いてはこちら、はい、オンラインのお供ペアグラス、イエーイ、カフェや飲食店でも人気で、コレクターも多いデュラレックス社のグラスに、はい、周年ロゴをポップにアレンジデザインしたペアグラスです、はい、なんとかや、うん、なんとかなんとかの、うん、なんとかなんとかとしてご使用で、結構長いこと言ってますグラス以外になんとかや、オンラインや、はい、オンラインや、普段の生活でのおグラスとしてもご使用ください、ここに全部入ってるそれ、ここに全部入ってるここにもう入ってるよ、ありがとうございます、ここも言っちゃってるから、あ、花瓶や、あ、玄関のおしゃれの飾りとしてもご使用ください、使ってほしい、開けてみます、からで、おっと、待って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 、同じこと言う、オンライン飲み会のグラス
言うっていう話でした。こういう状態ですよ。こうしたよって全然味しないやつ。あのさ、オンラインの打ち合わせとかの時に、はい、クラス今日何使おうってめっちゃ迷うの。え、なんで？気にしてるの？え、気にする。はい、気にしてない。あの人家でどんなので水飲んでんだろうって何言われてるんだろうって意識しすぎじゃない？そこまで気にしてないと思うよ。マジで。え、でもそれでどういうの使うの？一番可愛いの使う。キャー、ちょっと一番可愛いやつを使う。そうよね、外部の方とかね、うん、会うもんね、オンラインで会うもんね。そっか、のっちゃんそういう気にしてたんだ。そう、気にしてたね。これあったらもうこれでやりたい。だからもうこれからオンラインの打ち合わせ。よかったね。さりげなくこれ出すの。そうそうそう。可愛い。可愛いです。めちゃくちゃこだわった。はい、来ました。うん、これはもう味しなかった。仕方ないよね。取っちゃったから、うん、仕方ないよね。あ、商品紹介の会話がなぜかしりとりに。しりとり。このコップやっぱ可愛いよね。ね。値段もお手頃だしね。ね。ズリねえ、何飲む？麦茶かな。夏っぽくオレンジジュースをシャリシャリにしたのとかいいかもな。なるほどね、いいね。ねえねえ。ねえねえ、これ結構可愛くない？いい感じだよね。ねえ。会話だとでになっちゃう。続いてはこちら。ファブリックポスター（顔）。顔。顔。うん。3人の可愛らしい表情がポイントのファブリックポスターです、はい、このアイテムのためだけにイラストレーターの千秋さんが Puffy の3人のイラストを描き下ろしてくださいました。千秋さん、ありがとうございます。で、なんとか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 足りなんとかなんとかしても素敵な1枚です。何？長何？トイレの扉の前の方に貼ったり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 貼り被ったりしても素敵な一枚です。かぶる一枚です。ソファーに、そう、ちっちゃいね。ソファーに立てか…立て…あ、ちょっと落ち着いて。何でしょう。落ち着いて。マスキングテープなどで壁に留めたり。わかるかい。なるほどね。マスキングで、あ、こうやって止めるんだ。かわいい。かわいい。足り？足り？なんとかしても素敵ない。かぶったりしてもかけますか？かぶるにかけます、うん、かぶるにかけますか？ピンズ？あ、なんかピンズ吊るしてもこういう、ブジン、こういうつか、ブジンね、吊るす方法をすごい提案してくれた。なるほど、そうみたい。コンパクトサイズなので、うんうん、なんとかなんとかでも、なんとかなんとかでも気軽に飾れるポスターとなっています。実家住まいの息子さんでもリビングの端っこにでも気軽に飾れます。提案するね。いきますか。コンパクトだから、はい。小さめのお部屋でもまあ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 部屋のサイズ、ね、実家の息子さんの部屋はコンパクトでしょう。広いお部屋でも部屋のサイズだねえ、また引っ張っちゃった。もう全然味しないです。すみません、ありがとうございます。味しなかったということはこれはもうこれはありになっちゃいます。マジロンでした。ありになっちゃいます。よいしょ、読みます。はい。外国のファンに向けて流暢な英語で紹介。 OK Nice public poster. Three girls? Yeah. Yeah. Is this perfume? Yeah. Yes. Yeah.続いてはこちら。はい。
ファブリックポスター全身。全身。はい、わかりやすいですね。シンプルながらも存在感のあるおしゃれなイラストが特徴のファブリックポスターです。うん、はい、このアイテムのためだけにイラストレーターのカラシソエルさんが Perfume 3人のイラストを描き下ろしてくれました。カラシソエルさん、ありがとうございます。気に入ってます。ポスターとして壁に飾るのはもちろん大きめのサイズなので、なんとかなんとかなんとかしたり、なんとかなんとかなんとか砂土、うん、インテリアのアクセントとしていろいろな使い方ができます。そこも壁に飾るは言われてるわ、うん、やっぱここで来るのは、うん、ソファーに、うん、ソファーにかけたり、かけたり、体に巻いたり巻いたりすなど巻いたりすなど巻いたりすなどこちらじゃあソファーかけていってみますか。あ、椅子やソファーにかけたり、絶対可愛い、これ本当可愛い、それをイメージしてこのぐらいの大きさにさせてもらって、あ、のれんみたいにすなどすって何？剥がす、隠す、隠す。何を隠す？洗面所？洗面所を隠すなど、化粧品などを隠すなど。正解は、あ、カーテンに吊るすなど。あ、そういうことか、窓に。あ、大きな窓に。なるほど、ね、風じゃなくてってことが、窓に行くってことか。やっぱり風でこういう風にこういう風になって、何がなびいてくれますか。ここでだから15と20って言ってるから、はい、そうで喜んでる。あー、ビクトリービクトリーになりました。あー、ビクトリーおもろいよな、これ、ね、これちょ、これキックで似てる。はい、行きました。なんだ作る。もうだから待ってたみたいなところもあるし、こっちも待ってた、もう欲しがってるって感じ。街で噂の超ハイテンションな3人。やばくない？マジで可愛い。超やばいよ。ハモで可愛い。びっくりしたマジで。何これ。やばい。こんなのある？マジでしょ。こんなのある？ある？見たことない。乗り遅れがすごい。でもやばくない？なんかさ、こんな大きいの見たことなくない？見たことない。ないよね。何やってるの？ウケる、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 ウケるんだけど、ウケない、ウケる、全然出てこない。早めに電池切れちゃった。もうなんかもうなくなっちゃった。鼻で、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 鼻で。最後の商品です、はい、こちらカスタマイズ T シャツ。おお、うん、カスタマイズ T シャツとは、なんとかのなんとかをお好みのサイズ向きで自由に組み合わせ配置したり、なんとかやなんとかなどのオリジナルテキストをデザインしたりすることができるグッズです。カスタマイズ T シャツとは、過去の T シャツを、 T シャツをだってここ何個か全部もここを引っ張った話だもんね。そうか、うん、じゃあ過去の T シャツをか、お好みのサイズ向きで自由に組み合わせ配置したり、ロゴや名前などのオリジナルテキストをデザイン。お、そうだ。はい、そこじゃ、カモンの、ここはうわー、ロゴだ、そこは。あ、違った、違った。もうちょっとあったわ。味した。そして、こちらだったっけ。なんだろうね。名前や、うん、あ、名前や、記念日など。お、記念日めっちゃいいな。まず、お名前、正解ですね。お、3文字いけんだ、ここ。そしたらここも3文字。記念日、記念日じゃない。記念日？違う。記念日当たり！素敵だね。記念日などのオリジナルテキストを入れることができると。最高。世界に一つだけ、あなただけの特別な一枚が作れるという、メジャーデビュー15周年、結成20周年を記念したメモリアルなアイテムです。なん
一番いい文章だったね。だそうここに来て途中引っ張ってたもんね、味しないやつ。もういいわってなってたよね。さあ、あー、お来ると。なるほど。何するんでしょうか。読みます。あ、実際に3人で楽しくカスタマイズしてみよう。楽しい。楽しくカスカス。いや、まずいから実際言ってみここね。あ、そう、ボディの色もたくさん増やしたんだよね、今回。うん、まあ、あの、いっぱいあるんだけど、皆さん、おのおので見てください、この色は。うん、じゃあ、ちょっと、今っぽいツアー T シャツじゃなさそうな T シャツ作ってるね。お、いいよ。私は、やっぱサンドカイとか、スティーブリン、このあたりで試してみたいと思う。確かに、あんまり作らないもんね、その色って。うん、これ、うん、サンドカーキしてみようか。はい、じゃあボディのカラー選んだから、次はスタンプ。ごぼう。あ、かわいい。ロゴがいっぱい。どれがいい？色も選びましたね。ね、このスタンプにできるロゴの色。そうそうそう、私この色で攻めたいと思うんだけど。はい、じゃあこのカーキみたいな色。うん、いいよ。かわいい。じゃあ作っちゃう。なるほどね、すごい。すごい、サイズも自由自在、場所も選べる。こんなん誰かやっとってもね。でも一生できるよ。ちょっとピュンってできるんだね。ほら、これここまでだ。場所が限られてます。面白い。武道館。過去のロゴが一緒に乗ることってなかったもんね。うん。なんか自分が行ったライブをこうコンプリートするみたいに作るのもいいし。いいし。あ、でっかく行く。でっかく行ってもいいけど。ダブることもできる。変えることできる。ダブれる。すごいんだけど。はい。面白い。あとテキストも入れれるよね。テキストも入れてみようか。何にする？なんか文字、フォントも選べるんだって、ここのさ、アルファベットっていうので。何にする？何にしようか。今回のにする ?2020-0921? いい。2029年の話。すっごい未来の話。すっごい未来の話。9年後。嬉しい。オッケー。オッケー。どこ？あ、いた。あ、かわいいじゃん。かわいい。ここにピュンって入って。いいね。いいよ。目の方いい。うん。このぐらいにする？うん。いいよ。うん。できた。いやー、これいろいろ試したいね、みんな。うん、ね。ね、みんなの作ったの見たいよね。うん、見たい。で、着てきてほしいし。確かに。俺作みたいなね。え、待って待って待って。全部一緒じゃない？そんなことある？あるかもよ。さあ、すべての紹介終わりましたが、どうでした？いや、気合い入っとったね。すごかったですね。楽しく明るくいきました。いけたと思う。いや、面白かった。面白い。なんか、お題があったりするのも面白かったし、オンラインのそのショッピングとか言われたけ、あーっととか言うんでしょ、練習した。800円みたいなやつ。使えるでしょとか言うの。だけど全然そんなの出番必要ないけど面白かった。うん、はい。あ、何？最後も楽しみ盛り上げくじで締めましょう。それで締めるの？締めるの？じゃあ出たじゃん。あっちで上田の超絶早口な3人で本日動画締めたいと思います。ありがとうございました。楽しかったな。たくさんね、書いてあるよ。結構喋れる気がする。全部買った年も3万いくねじゃない。安いでしょ。安いでしょ。安い安い。お買い得でしょ。ふくさげたから。できたか。できたできた。みんなで見るためいいよね。みんなでさ、使うよ。それに使うね。お願いしよう。それでは、お願いします。ありがとうございます。またね。オッケー。スタジオギフトです。ありがとうございました。早い、ちっちゃくなりがち。でもなんかやっぱり動物の森イメージの。